わあ、これは、ほのぼのゲームですね。間違いなく。こんな、ほのぼのした画面だったら、絶対ほのぼのゲームに決まってるよ。メイドインアビスの冒険が始まるよ。ほのぼの冒険だよ。でっかい穴が開いてますね。およそ1900年前のこと、南海ベオルスカの孤島に巨大な縦穴が発見された。それ直はそれ径は。約1000メートル、深さは今でも分かっていない。その大穴の底を見た者はまだ誰もいない。誰もいない。全て踏み明かされたこの世界の唯一最後の深淵である。大穴には逆人に、々を捕らえて放外つほどのの魔力が。周りにある海は全部開拓済みなのかね。貴重かつ危険な原生生物たち、お、危険。理を超えた不可思議な異物、奈落の果てに眠るという黄金鏡。まあ言うてね、それらほすべのぼてのがゲームですから。1900年もの昔から今に至るまで人々を誘い駆り立ててきた。駆り立ててき未た。知へのロマンと数多の伝説を餌に、アビスの名にふさわしい数の人々を飲み込んできた。まさか死んだわけではアなビいですスよに満ね。ちる特殊な力場まはさかまさか。地上からの観測を拒み、内部の観測は人によって行われた。一攫千金を狙う様々な冒険家たちはアビスの深部から電報線を飛ばし、地上に大穴の様子を届けたのだ。まあよく大届く穴わのなって電感じだけ報どはね。探掘家と呼ばれるようになった。表層部の拠点は穴を囲うほどのものとなった。やがてできた町が今の人々が住むオースの原型だと伝えられている。ほう。だいぶ立地悪いけどね。どうやって登んの、まず。階段を登り始めたのです。登り始めたのです。そう、後世の人々は今回の探掘についてそのように語り継ぐことでしょう。語り継ぐことでしょまたか。またですね。また始まったね。ナットくん、シーキーくん。そう、始まっていたのです。始まっていたんですよ。伝説の探掘家リコの大冒険が。まあまだ見習いやいいですけや、どね。まだ赤笛のくせに伝説の探掘家は言い過ぎだろそうだよ。う。ん？ちょっとね、果た立し場てをわきまえた方がいいそうよ。だろうか。どんな白笛でも最初は赤笛から探掘を始めたんだよ。そうだよ。だったナッらト。私が伝説の探掘家でもちっとも変じゃないでしょ。予定ね。予定。まあ白笛には憧れるよね。国が認めたヒーローだし。まあ、その面々もきっとかっこいい、かわいいことでしょうね。でも憧れるのとなりたいのは別かも。別かも？進路制限がないんだよ。どこまでもね、潜ることができままずす。は探掘家の中の探掘家。僕はきつすぎるの嫌だし。でもリコは白笛目指してるんだよね。やっぱね、きついのは嫌だよな。そうよ。私を白笛にした日にゃ数々の伝説をそりゃモリモリひねり出すよ。もりもり、ブリブリひねり出しちゃうわね。だって伝説今を。回の探掘は前回よりも深く潜れるでしょ。その次はもっと深くってやっていけば、私が白笛になるのは時間の問題だと思いませんか。まあ、時間いけるんじゃないですかね。適当。俺も白笛はともかく、早く赤笛を卒業して青笛にはなりたいよ。青笛。で、目指すは青笛の上の月笛だ。どんぐらい頑張ればなれるんだろうね。青笛。晴れて月笛になったら当然もっと上の黒笛を目指すんだよね。だよね、だいよや、ね。多分俺黒笛までは目指さないな。おい、向上心が低でいもよ。黒笛にならないと最上級の白笛にはなれないよ。そうだぞ、いいナッんだ、ト。俺は黒笛より先にやりたいことがあるんだから。
夢がある若者だね。そこの3人ちゃんと聞いてるのか。授業中っていうね。どうした、ちゃんと聞いていたのか。もちろんです、全部聞いてました。もちろんです。そりゃモリモリ聞いてましたとも。もうモリモリブリブリ聞いてましたよ。だったらちょっとこっちに来い、リコ。やばい、罰を受ける羽目になる。お、動ける動ける動けるぞ。喋れない、あれ喋れる。ごめんよリコ、僕たちも同罪だし、いざって時は一緒に裸釣りにされるから。ああ、裸釣りね。いやー、乙女のトラウマを掘り返さないで。いやもう男女にも容赦なし、多様性ですね。すまんリコ、お前の尊い犠牲に感謝する。お前もね、参加しなきゃダメだよ。バックレらんねえかな。あれ、バック。どこに行くんだリコ。ダメでした。まったくしょうがねえな。俺の話をしっかりと聞いていたのなら質問に答えられるはずだな。当たり前でしょ、答えられるに決まってるじゃないですか。それでは質問しよう。おう。アビスに深く潜った彼らが帰らないのはなぜだ。なんででしょうね。まあ致命的な存在がいるからじゃないですか。それは致命的な生き物に必ず遭遇するからです。致命的に可愛い生物がいるかもね。タンクツカは致命的な存在などものともしない。あ、そうなの。もう一度、俺はものともするよ。タンクツカが帰らないのはなぜだ。なぜか。もう一回言ったらどうなんだろう。それでは不十分。ああ、何も。優しいね、もう一度同じことを言ってくれるなんて。それはアビスからの帰路においてアビスの呪いを受けるからです。呪いがきついんすよ。その通りだ。今呪いについての復習をしていたんだ。今度こそしっかりと聞いておけ。だから聞いてたって言ってんのね。我々が人である以上アビスの呪いを避ける術はないのだからな。まあ、背中に何かを背負えれば呪いから逃げられるのかもね。アビスからの体に様々な異常が起きる。これを上昇負荷という。解説パート。この原因不明の謎の現象はアビスの呪いとも呼ばれ、深層から帰還するほど負荷は重く激しくなる。深海一層から地上を目指す際にかかる負荷は軽い吐き気とめまいだ。深海二層から深海一層への負荷は重い吐き気、頭痛、末端のしびれなどだ。まあ末端のしびれがある時点でもうダメな気がするけどね。深海三層からだと二層の負荷に加えて抵抗感覚の異常、幻覚や幻聴が起きる。だいぶ毒キノコ食ったぐらいの。深海四層ではもう重症ですね。全身の激痛と人体の穴という穴からの出血。穴という穴から。深海五層では全感覚の喪失、それに伴う意識混濁、自傷行為。だいぶ四層からシャレになってないけどね。深海六層からともなると人間性の喪失、もしくは死に至る。深海七層からでついには確実な死となるのだ。まあ人間性の喪失って言ってもきっと可愛くなれるんでしょうね。だが安心しろ、お前たち赤笛が潜るのは深度400メートル、すなわち深海一層までだ。お前らにはここまでしか行かせねえよっていうね。ここでの上昇負荷は軽いめまいや吐き気を覚える程度、慣れれば感じなくなる。車酔いみたいな感じなんかな。さて今回の探掘においては各人に目標任務を割り当てておいた。目標任務。滑落も原生生物の危険も少ないが、万が一に備えて笛と煙幕の整備は怠らぬように。滑落一番怖い気がするわ。何かあるものは。ナイス。それじゃあ私からも話をさせてもらうよ。
ババア。ばあちゃん。言いたいことは一つだけだよ。一つだけ。上持ちは一つだけね。見慣れ精神は捨てるように。しょうがねえな。個人生徒である自覚を持ってしっかり稼ぐよ。まあ、プロですからね。誇り高く散っていった親御さんにも恥じないようにね。ういーす。ああ、あともう一つ。はい、二つ目。二つ目だ。二つ目だね。二つ目だ。二つ目だね。二つ目。異物。これ三つ目もあるパターンでしょ。ハットだよ。異物は孤児院の大事な稼ぎだ。はい。そいつを懐に入れちまうなんて、何されたって。文句は言えないよ。まあ業務上横領だからね、ダメですよね。犯罪ですよ。志村新聞、鱗がさ、それとも太陽玉？太陽玉ってなんだよ。次は裸釣りだけじゃ済まないからね。そのつもりで。逆にその上って何があるんだ？バレてない。最大限の恥ずかしめな気がするんだけど。セーフではないけど。何がだい？何でもありません。まあ、口から声出たらね、もう世話ねしねえわ。各人の目標任務は俺の方から皆に個別に伝える。ウイス。準備ができ次第俺のところに聞き。今回は単独での探掘だが、前回と同じ深度150m だ。浅すぎるぜ。あんな不服そうだな。なんだり不服か。どうした。あの私の担当、もっと深いところに変えてください。お願いします。貴様、赤笛のくせに、なんて生意気な。生意気を言うなですよね。お前が探掘に潜るのは何のためだ。金、女、名誉、この3つですかね。今回の一連の探掘で赤笛の中で最高の査定額を出せたならば。てか誰が査定してんのこれ。次は査定専門家がいんのかな。わかりました。それでは。なんだこれ。指定された区画を調査して異物をこれだけ持ち帰るんだ。異物を10個も。こんな見つかるかな。うわ、なにこれ。より深い場所を探掘する許可を。おい、早いよえ、行けっつのか。てめえらよ、お前らサボりか。お、実質で本によることでセーブできます。あ、知ってる、それさっき見た。まあ、あっちに行こうぜ。アビス2カ所しか行くところがない。個人かアビスしかない。究極の2択。体力124、防御力とかあるけど大丈夫。不安だな。奈落門。門でいいんだよね、これ。走るのどうやってやんだろう。R1 長押し中に R を選択することで、ああ、アイテムが選べるってことね。スタミナは、ダッシュ攻撃特定の行動をするのに必要になります。あ、これね。こうか。双眼鏡みたいな感じ？使い方がわかんないんだけど。ああ、L2 ね。お、すげえ。めっちゃ見れんじゃん。なんかいる。なんかいるよ。ダッシュかわからん。ダッシュ教えてくれよ、ジローさん。なんかライトつけちゃった。え、ダッシュどうやってやんのこれ。これジャンプだもんな。これで移動するしかないかな。はい。アビスにはいろいろな原生生物が生息しています。危険度が高い原生生物から逃げることも大切です。発煙筒で見つかりづらくすることができると。L に押し続けることで近くにいる敵をロックオン。戦う手段がない気がするけど。とこしえそう。なんだ？おいおい、なんか来たぞ。ちょっと待って。戦い方がわからない。ライトつけた。ちょっと待って。ちょっと待って。走り方わかんない。あ、来た来た。走り方これだ。待って、戦えないよね。武器がない。武器がないからね。ちょっとりあえずライトはいいや。あ、待って、これで戦える？ピッケルで。ピッケルは攻撃速度が遅い代わりに一撃のダメージが高い。多い武器です。攻撃するとスタミナを消費してます。ちょっとぶっ飛ばしてみるか。あ、OK、R2、危ね、落ちるとこあった。おら、おら。え、死んだ？殺した？
倒した原生生物に近づき解体することで食材や素材を手に入れることができます。ウェーイ、間違えた。尻尾の肉別にお腹の肉も取っていいんじゃないの。お、いいぞ、走れる走れる、最適だぜ。なんかあるな。ここはアビス内の貴重な鉱物の採掘を行う場所です。異物や素材などのアイテムを採掘発掘することができます。任せろよ。またしゃがんじゃった。はい、太陽玉、あれが太陽玉ってなんだろうって言ったけど、思ったより太陽感はないねこれもう思ったんだけどさ、こう急にさピューピューって降りられないのかな。一部の崖や壁では登り降りすることができます。降りるときは近くを押すことで飛び降りるとかいろいろできるわけね。ほい、ああ、こういうこと。はっ、うわい、わ、結構深いな、もう。やべえ、これ、ちょっと飛び降りてみたい。飛び降りてみたいけど死にそう。あ、さすがに飛び降りない?あ、やべえ!うわぁ!やべえ。大丈夫かなって思ったら、思って利用者なく落ちてった。あ、あったあった。ここで降りれるわ。よかった、命をかけたダイビングしなくて済むわ。ほら、よいしょよいしょ。これも取って、これもどうせ太陽玉でしょ。太陽玉太陽玉しかねえ。ちょっと待って、 あれ食えないかな、肉でかっ柔らかい肉めっちゃでかい、食えないかな。え、これ投げるようなのか肉なのに。エグイの実はこれ食えるでしょ。あ、うまっ。おー、体力回復いいねこれ思いっきりアビスの呪い食らってない。この紫、そういうことだよね高い場所へ移動した時アビスの呪いが発生します。深度が深くなればなるほど影響は深刻なものとなり行動を妨げます周りがうわしょーいってなってるわ。頑張れ、せめてそこも、うわ頑張れよリコ。いやマジか、これ一回下がったらめちゃきついやん。あれかな、ちょっとやばやばいな、これ登りきれる、なんか登りきれない気がするな。やばいやばい、ちょ頑張れ頑張れ、早く早く、死ぬ、落ちる、死ぬ、はいはいはい、頑張れ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 、お前ならいける、うわちょっと待ってちょっと待って、いや探索失敗じゃなくてさ、いや捜索か、えいや大変なことになったんだけど。そういえばこのゲームあれだからね、セロ Z だからねちょっとビビったな今の。うわ。ねえ、これゲボってる？ゲボってんだか。ゲボってんだけど。ちょっとごめん、あとちょっとだけ頑張って。よし。痛い。でも体力減っても大丈夫だからな。お前。何あれ、何してんあいつ。とりあえずこいつらを、あぶね、明らかにこっちに反応して、ちょ肉が剥げないから、やめてやめてください。え、さすがにあれやるのはちょっとないよな、危ないよね。なんだ、はん、何俺壁の中の住人ん、どうした、なんかこの空間やばいやばい、世界が広がってる、草なのに、草なのに広がってるよ。え、素晴らしい世界が広がってる、俺浮いてるよ。そっちになんか異物ない、
床全部透明になっちゃってんだけど、危ねえ。なんか素晴らしき世界が広がってるけど、こっちは大丈夫なのかな。かさりげなく敵見えなかったし、ちょっと見えない見えない、やめろや。まあ、きっとこれもあれだな、アビスの呪いなんだろうな。呪いの一つにしよう、これは呪いだ。あうめえ、肉うますぎるわ。てか歩きながら食えないんだ、別によくない。ここもう外なんだからさ、歩いて食ってもよし。すごい手慣れてるね、もう皮とか剥ぎ取るのに。よいしょ、あ、終わった。超重い。まあ太陽玉10個も入れたらな。マジ重い。どうでしょうね。そうだ、ナットに手伝ってもらおう。ハムヒアナット。ナット、ちょっと、いるならちゃんと返事してよ。ナット早く来いよ。でけえ。確かに。そうだ、なんでこんな浅いとこに。ナット、ナット落下したのか俺と一緒に。あれ、俺もさっき落下したからな。食べられちゃう。やばいですね。確かにリスとかいっぱいいる。ここでこれはやばいね、この生き物は。え、ちょっと待って待って待って、リュックの制限重量を超えると行動が制限されます。不要なアイテムを整理し重量を超えないように管理しましょう。それ今言う。おいおいちょっと待って、おいおいちょっと待って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 、あ、ちょっと待ってくださいよ。あ、ちょっと待ってよ。え、行って。いや、管理しましょうじゃねえよ。ふざけんな。腕が折れ、折れてない。なんだ、腕折れてないよ、普通に動く。よけろ、ちょっと待って、いきなり。ちょっと待って、そんなアクションあんの、びっくりした。バイオじゃやばいですね。これちょっと、これらを採取しながら。大丈夫、これ来てない。思った以上に結構スムーズに動くね、こいつ。助けて。殺される、食われる。どっか行った。すごい、化石の木が溶けてる。とんでもねえ兵器ですよ。気のせいかもしれないけど、あの蛇を追っ払った何か、私の助けてに応えてくれたような。ひょっとしたら白馬の王子様的な何かが。だいぶ白馬の王子さん物騒だね。私が確かめなきゃいけない気がする。この先に行ってみよう、自分の目で確かめなきゃ。この破壊跡をたどって。いやー、せっかく太陽玉10個集めたのに全部パーになったな。お前らもちょっと倒しとくわ。警戒して近づこう。お前の周り草だらけなんだけど、なんか電線、電報線もあるし、草だらけだよ。子供、赤笛にこんな子いなかったよね。もしもし。だいぶ機械仕掛けだな。息してない。息してない。もうダメだ。深呼吸。え？何この感触？裸じゃん。え？これ人間じゃない。機械？うわ、えらいこっちゃ。楽しそうだな。あ、そうだね。さっきまで動いてたんだ。燃料ってご飯でいいのかな。人型だし。人型なら
ご飯でいいのか。この子どこから来たの。なんとかここまで連れてきたけど、これ以上は無理。さっきラッカーまでしてたのに、よくよくこの機械背負って上に上がってこれたな。リコ大丈夫か。ボロボロやん。ヘビ来なかったか。来たわ。ナット、ベニクチナは来たよ。よかった。あ、こいつロボット、異物ってことか。その線がそう濃厚ですよ。信じられねえけど、確かに普通じゃないな、こいつ。いくらリコの言葉でも、こうして目の前にいるんだし。そういうことですよ。どうしてそう私の言葉を疑うかな。もしかしたら虚言癖があるのかもな。信用されてないのかも。こいつを連れ帰るって、リーダーに内緒でってことだよな。そういうことです。もちろんだよ。こいつが異物だとしたら、またちょろまかすことになるんだぞ。いや、そういうことになっちゃいますよね。ちょっと待てリコ、少し考えさせてくれ。業務上横領に賛成してくれませんか。いろいろ考えたけど、どうせ言ってもやめる気ないよな。横領大好きなんでね。だったら仕方ない、俺も手伝うよ。マジで。だけど今すぐ運んじゃっていいのか。まあいいんじゃない。逆に今じゃなかったらいつ運ぶんだよ。え、私おしっこしてくる。してくるわ。私おしっこしてくる。ナットはここで待ってて。マジかよって感じだけどね。なんだよ。じゃあ離れたところで済ませてこいよ。行ってきます。俺はこいつのことを見張っててやるから。優しいなナット。なんでおしっこなんて言っちゃったんだろう。別に催してはなかったのね。忘れ物を見てくるとか別の言い訳にしとけばよかったじゃん。まあしたいもんはしょうがないからね。なんてことを。俺もその間に濡らしたズボンの後始末をしとこうかな。あ、漏らしたんだな。